こんにちは、ガーサーリーマンです。今回は投資初心者何から始めると題しまして説明していきたいと思います。私の簡単なプロフィールです。このチャンネルはガーファーで勤務するガーサーリーマンが投資に関する情報を発信しています。私は投資先として米国株式オンリーでやっております。今回の内容です。今ですね、絶賛NISA制度の拡充が議論されています。NISA制度を拡充されると今後投資を始める人も増えていくと思われます。一方、投資初心者は何から始めればいいのかわからない人も多いです。今回は投資初心者の方向けに具体的に何をするべきかについて説明する動画を作ってみました。初心者向けの動画ですので、ちょっと今まで私のチャンネルを見ていただいている方にはあまり面白くないかもしれません。はい、では最初にチャンネル登録、いいねのお願いになります。よろしくお願いします。では本題なんですが、私の方でですね、投資初心者というキーワードでグーってみました。その結果ですね、こんな感じに出てきまして、投資初心者本、投資初心者何から、投資初心者勉強、おすすめ、ブログ、セミナー、FX、何から始める、投資信託、失敗、みたいな、まあ、いろいろ出てきます。で、これをパッと全体見たときにですね、同じワードが2つあるんですね。これなんですけど、何から始めるっていうところ。なんですね。で、まあ、ここからですね、分かるのは、投資はしたいけれど何をすればいいのか分からず困っているっていう人が結構多めにいるんじゃないかなと思います。ですので今回この動画を一旦作ってみて、まあ、投資初心者の方の手助けになればいいかなと思っております。で、いきなり本題ですが、投資初心者がやるべきステップとして大きく3つに分けました。まずステップ1として、投資できる環境を準備する。で、これまあ当たり前なんですが、証券口座とあと銀行口座もないと投資できないんですね。なので私は何をやればいいんでしょうかと言われたら、まずは口座を作りましょうと言います。で、口座ができたらステップ2として、銀行口座から証券口座に入金すると。これも当たり前のことを言ってるんですが、株とか投資信託を買おうにも証券口座にお金が入ってないと買えないんですね。なのでまずはこれをやってくださいという話です。そして証券口座にお金が入金されたら、次にやるのが商品を選定して積み立て投資の設定をするという話です。で、投資初心者の方は基本は積み立て投資で投資をするというのを考えていただいた方がいいかなと思って書いてます。で、買う商品もですね、米国インデックスに連動する投資信託を選定すると。で、その選定した商品を毎月一定額購入する設定をしてしまう。その後はもう勝手に購入されていくようにしてしまうというところです。じゃあそれぞれについて詳細説明していきたいと思います。まずステップ1の投資できる環境を準備するについて、投資に必要な口座は以下の4つであると考えてます。4つと言っているのは、積立 NISA と iDeCo もやる前提で説明をしています。で、まず1つ目が証券口座、特定口座ですね。これがないと何もできないので、まあ、特定口座っていうのは 20.315% の税金が取られる口座で、まあ、自分の本アカウントを作るというようなイメージでいてください。で、この証券口座ができれば同時に積立 NISA 口座も申請をすることができますと。で、これが2つ目の口座です。で、3つ目が iDeCo の口座で、イデコの口座は、ちょっと積立NISAの口座とまた別にあってややこしいんですけど、こちらもですね、一つの一社、証券会社を決めれば、イデコの口座申請はできますので、こちらの口座を作る。で、これだけで3つありますよね。じゃあ4つ目は何かというと、まあ、銀行口座ですね。これも当たり前の話なんですが、銀行口座も投資には必要になってきます。で、この銀行口座を作ることで、この、証券口座、積立NISA口座、iDeCo口座との入出金が可能になるということで、
銀行口座もですね、必須の口座になってます。で、積み立てNISAの口座を開設にするにしてもですね、証券会社の口座、まあ、つまり特定口座を開設する必要があります。で、特定口座での取引っていうのは 20.315% の税金が引かれます。で、私のおすすめは SBI 証券になっています。まあ、ここで口座を開設しておけば間違いないかなというところです。まあ、いろいろな証券会社がたくさんあってですね、どこがいいんだろうって迷う初心者向け、初心者向けでもないですね。まあ、全員向けの証券会社が SBI 証券です。で、この口座の開設方法については、SBI 証券スペース口座開設とかでググっていただければ、一番上にですね、SBI 証券の口座開設ページが出てきますので、そこで、まあ、口座開設に進むというボタンを押していただくだけになってます。詳細はそちらのページを参照してください。で、これでこの1番の証券口座が開設できました。じゃあ次なんですが、積立NISAの口座は、先ほどの特定口座の開設時に同時申請が可能になってます。で、iDeCo口座も同時に、口座開設の申請をしますけど、申請ページはちょっと別になってたりします。で、積立NISAについては、繰り返しになりますが、特定口座のこの入力欄のこう、フローがあるんですけど、この途中で、積立NISAの口座の開設用費を選択できると。で、iDeCoは、別のフォームがあるので、SBI 証券スペースiDeCoとかで検索していただいて、そこに出てきた申し込み資料請求フォームに、詳細な情報を入れていただくというだけになります。で、この辺の作業が結構最初だけ大変なんですけど、その大変な作業はずっと続くわけじゃないので、最初だけはちょっと頑張って情報を入れてください。これで、積立NISA口座、iDeCo口座も終わりました。じゃあ、あとは銀行口座ですという話ですね。で、銀行なんですけど、まあ、今ですね、みずほとか、りそなとか、三菱 UFJ とか、まあ、そういったなんか、メガバンク系の口座を持っていて、それをメイン口座で使っている方がいらっしゃったとしても、ちょっとですね、ネット銀行の口座を作った方がいいかなと私は思ってます。で、私がまあ今おすすめしている SBI 証券はネット証券口座数ナンバーワンで、で、SBI グループに SBI ネット銀行というネット銀行がありますと。で、ここのネット銀行、まあ口座数じゃないんですけど、顧客満足度ナンバーワンなんですね。で、結構いろいろ ATM 手数料無料とか、振込手数料無料とか、かなり無料も充実していて、セブン銀行からお金を出せるとか、まあいろいろですね、使い勝手が非常にいいんですね。で、SBI 証券の口座を持っていると、SBI ネット銀行との組み合わせでやると、入出金が非常に簡単になります。ですので、SBI 証券で証券口座を作る人は、必ず SBI ネット銀行を使うようにしてください。メインバンクをこの際 SBI ネット銀行に変えてしまってもいいぐらいだと思いますね。はい。で、これで銀行口座も開設ができました。そうすると、もう投資できる環境が整ったということになります。なので、投資初心者の方は、まずこれをやってください。最初の情報入力だけが大変なだけです。これをやらないと始まらないです。次に、ステップ2。銀行口座から証券口座へ入金するっていうところですね。で、まあ当たり前の話なんですけど、忘れがちっていうか、初心者の方はどうしたらいいのかなというふうになってしまうところだと思います。投資なんですが、銀行にあるお金がそのまま投資されるわけではなくて、証券口座にある資金から、投資をすることができますと。なので、証券口座へお金を入金しないと投資できないですね。なので、この銀行から入金をして、証券口座にもなんか銀行のようにお金を貯めれるんですけど、
そこに溜まってるものを買い付け余力ということで、この金額買えますよっていう金額が表示されて、そこから買えるというところになります。で、この銀行から証券口座への入金は、基本的に頻繁に発生すると思っていただいた方がいいと思います。なので、この以下の条件を満たすことが望ましいです。振込手数料が無料。毎回入金するたびにですね、お金かかってたらたまんないですよね。これ当たり前のように証券会社って無料でしょとか思うかもしれませんが、結構有料になってるところもあるんですよ。あんまりメジャーじゃないところで。振込金額は瞬時に反映される。これ結構重要です。例えばその日のですね、夜に米国の何かしらの株式を買いたいと思って手続きをしても、次の日にしか反映されませんみたいになったら、そのタイミングを逃しちゃうわけですよ。なので、これは24時間365日瞬時に反映できるっていうのが重要になってきます。で、次に手続きが簡単。この手続きって言ってるのは、その入金の手続きって意味なんですけど、入金の手続きが簡単であるということ。ここも難しかったりややこしかったりしたらもうめんどくさいですからね、毎回毎回。で、あとは自動化できる。これ積み立ての投資をしている人は特にそうなんですけど、毎月1回だとしてもですよ、毎月1回いちいち自分で入金するのめんどくさいじゃないですか。だからこれを完全に自動化できるっていうふうにできることが望ましいですね。で、これを実現するのがまさに SBI ネット銀行と、もうその SBI 証券の間の連携になっていて、SBI ネット銀行には SBI ハイブリッド預金っていう口座があるんですね。で、それはこのイメージとしては、銀行ってまあ代表口座っていうのが一つあると思うんですけど、SBI ネット銀行っていうのは、それ以外にまあ目的別口座で、車購入資金とか家の購入資金みたいな、まあいろいろ口座をバーチャルで作れるんですね。で、その中に SBI ハイブリッド預金っていうのが一つあります。で、この代表口座に、まあ基本的には給料とかが振り込まれるんですけど、そこから振り替え処理で、この目的別口座とか SBI ハイブリッド預金に簡単にこう資金を移動できるんですね。で、この SBI ハイブリッド預金っていうのは、SBI 証券の残高の口座、まあ、つまり SBI 証券側の口座と常にリンクをしていると。なので、このハイブリッド預金にお金を入れた瞬間に SBI 証券の買い付け余力に瞬時に反映される。だから、そもそも入金処理とかをやっている感覚ではなく、単に SBI ネット銀行の間で口座間の資金移動をしているだけで、SBI 証券の残高に反映されるという非常に便利なものになっています。なので、振り込みをしているわけでもないので、もちろん手数料も無料だし、瞬時に反映されるし、ということがあるので、SBI ネット銀行を開設した方がいいですよと先ほど言っていました。ガファニャンが言ってるようにですね、共通の財布を持っているようなものなんですね。証券とネット銀行で。これ本当に便利なんで、ぜひ使ってください。で、あと、もう一つ便利なのが、SBI ネット銀行の自動振替機能っていうのがあって、先ほどの代表口座から毎月このタイミングにいくら SBI ハイブリッド預金に入れてくださいっていうのを設定できるんですね。そうすると、給料は基本この代表口座に入ってくるんですが、給料が入った、例えば次の日とか次の次の日に、5万円を SBI ハイブリッド預金に入れてくださいと設定をしておけば、その5万円がですね、毎月自分がわざわざ手をかけてやらなくても、勝手に SBI 証券の買い付け力に反映されて、その買い付け力の範囲で投資を勝手に、SBI 証券側でも自動の購入設定をしておけば、勝手に買われていくという話になります。だから給与入金後の振込手続きも自動化できるというのが非常に便利なので、ぜひ SBI ネット銀行とハイブリッド預金を組み合わせて使ってみてください。これが SBI ネット銀行じゃなくてですね、他のみずほとかですね、三菱 UFJ みたいな銀行でやっちゃうと、これは利用できないので、普通の銀行からの入金処理っていう形になると思います。はい。ここまでで、証券口座に
お金が入金できたというところで、ステップ3として商品を選択して積み立て投資の設定をするというところです。で、初心者は何を買えばいいかというところなんですが、一つは、投資信託の、ごめんなさい、信託報酬ですね。つまり手数料の安い投資信託に投資をするというところです。で、初心者の方は個別株をいきなり買うというよりは、投資信託をまず買った方が良くて、個別株よりもリスクが低く確実にリターンを得ることができると思います。で、この投資信託なんですが、世の中たくさんあると思うんですけど、米国の S&P500 インデックスに連動する商品に投資をするというのをお勧めします。で、今年2022年はですね、結構下がり調子なんですが、まあ、この状態が永遠に続くわけでは絶対ないと思いますので、米国は基本右肩上がりに成長していくという前提があるので、成長する市場に投資することで確実なリターンを得ることができます。日本市場のようにですね、成長を現在もしていなくて、将来もあまり期待できない市場に投資はしないようにしてください。じゃあ具体的には何を買えばいいかというのが、もう名前を言ってしまいますが、一つが SBIV の S&P500 のインデックスファンド、もしくは EMAX Slim の S&P500 のインデックスファンド、この二つのどちらかだと思います。で、ちなみにこの二つはですね、提供している会社は違うんですが、信託報酬、手数料もですね、ほぼほぼ同じ、そんなに大きな違いはないですし、投資先もですね、同じなので、もちろんなのでリターンもほぼほぼ同じですので、まあ、どちらでもいいっちゃどちらでもいいです。はい、同じ、ほぼ同じものだと思っていただいて、どちらかに投資をしてください。で、例えば SBI 証券で SBIV の S&P500 インデックスファンドを、まあ、このページを見ますとですね、こんな感じになっていて、積み立て購入をぜひしていただきたいんですけど、この画面のですね、この上の方にこの赤、黄、緑、青のボタンがあってですね、この緑のところをクリックすると積み立ての設定ができると。で、これは積み立て NISA ではなくて特定口座での積み立ての設定という意味です。で、積み立て NISA の口座を持っていると、このボタンもあってですね、このボタンを押すと積み立て NISA での買い付けの設定ができます。だからこの SBIV の S&P500 は積み立て NISA でも買える銘柄になっているので、非常にいいものだと思います。はい、で、ここまで大きく3つの説明をしておきました。投資初心者がやるべくステップ、一つ目が投資できる環境を準備する、こちら今回の説明でできましたね。で、二つ目に銀行口座から証券口座へ入金する、これもネット銀行を使って簡単にできるというところを説明しました。で、最後に商品を選定して積み立て投資の設定をする、これも何を買うべきかについて説明して、積み立ての設定のボタンはここにありますよというところまで説明をいたしました。これで投資の初心者の方が一旦ですね、まず商品を買えるというところまでいけるんじゃないかなと思います。で、まさにですね、今が投資を始めるチャンスだと思っていて、なぜかというと、まあ、NISA 制度の拡充が政府内で議論をされていて、使い勝手が向上するタイミングですと。高級化だったり投資枠が拡大するという話が聞こえてきます。まあ、まだ確定はしてないですけどね。で、米国の利上げは今の予想ですと2023年の6月頃には頭打ちして自準すると言われています。わかんないですけど、で、だいたい 5% ぐらいまでで終わるんじゃないかと言われていて、2022年は右肩下がりの状態だったんですけど、これぐらいからですね、6月以降ぐらいから上昇する可能性があるんじゃないかなと考えられています。で、2022年で下がりきっているこの株価、この段階で買えれば上がった時に上昇の恩恵をフルで得ることができると。つまり、
そこで買えるというのが今だと思うんですね。なのでまだ投資を始めてない方は今始めると、今までですね、この2022年入る前から始まってた人はもう今年の大暴落の影響をもろに受けてるんですが、今から始める人はこの下から買うのでもうプラスにしかならないという話になるんですね。なので証券口座を作るのにも 1,2 ヶ月かかるので、早めにですね、口座だけでもですね、作った方がいいんじゃないかなと思います。はい、まずはですね、証券口座を作ってください。この口座を作れば全てが始まるんですね。でも逆に言うと口座を作らなければ何も始まらないんですね。で、口座を最初作るのはいろんな住所情報とか、多分マイナンバーカードとかで、マイナンバーカード持ってなかったらさらにめんどくさいと思うんですけど、なんかその辺の情報とか多分必要になるので大変なんですけど、それはもう最初だけちょっと大変なんだけど、頑張ればその後その情報を何回も入力することなんてもう二度とないので、ぜひですね、初心者の方はそこのハードルをまず超えていただきたいと思います。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。さようなら。